こんばんは、レタドールマイピーです。引き続き、ピッチャー目線で語る、ピッチャーを気持ちよく投げさせるためのキャッチャーリード15の行いということで、今回は、15のうちの、6つ目を、お伝えしていきます。で、6つ目はですね、コースの真ん中に、構えて、座ってくれる、これについて、お伝えをしていきたいと、思います。では実際動作を交えてやっていきます。どういうことかというとですね、構えるコースの、中心に構えてあげることでですね、投げづらさとかコントロールすることの難しい意識を、軽減してくれるっていう部分ですね。例えば、実際、やってみるんですけど、皆さんがそちらからピッチャーとして、キャッチャーの方を見ていてですね、外角の、低めを、要求したとします。キャッチャーがですね、でその時に例えばキャッチャーがこういうふうに、要求するのとこういうふうに要求するのは、どちらが、皆さんがピッチャーであればですね、同じ外角の低めでですね、投げやすさだったりとか、投げづらさとかどっちがどうでしょうか。こういう場合とこういう場合ですね、実際、際どいコース、難しいコースになればなるほどですね、実際そこに、投げようとするその意識とか集中力というものが、必要になってきます。でやっぱそういうですね、キャッチャーのちょっとしたそういう体の動き、持っていき方、そういうちょっとした行為がですね、ピッチャーにとってはすごい、助かります。実際僕もたまに、社会人とかで、投げたりしますけど、やはり、キャッチャーによって、微妙に、こういうふうに雑に構えたりとか、やっぱりしっかりこういうふうに構えてくれたりとかいうのがですね、結構微妙なところであったりします。でやっぱりその試合中言えないんですよね、キャッチャーに対してもうちょっと左に構えてくれなんてですね、バッターに聞こえてしまうし、実際もうそういうことを言うこと自体がもうなんかこうピッチャーをイライラさせる原因 にもなってしまいますんで、やはりですね、僕なんかでも、ピッチャー経験があって、やはりそのたまにキャッチャーとかもやったりするんですけど、そのピッチャーの心理とかですね、そういったことを知っておくっていうこともやはりその経験を積ませたりする上でですね、やはり大事な部分なのかなと、思いますので、キャッチャーばかり、こなすことよりもたまには、思い切ってピッチャーをさせてみて、あえて、恥をかかせたりとか、そういうなんかこう経験を積むような、苦労をさせてみたりとか、そういった時間とか経験もですね、やはりそのいいキャッチャーになっていくための条件になってくるんじゃないかなと、思いますので、ぜひやっぱりそういうちょっとした構え方にですね、持っていき方に、自分で持っていけるようにですね、野球を通して、いろんなものを伝えていってもらえればいいんじゃないかなと、思います。で、実際ですね、前回の、5ですね、5つ目、何だったかすいませんど忘れした、ミットを大きく開けたり自分を大きく構えたりすることで投げやすくなる、的が大きいことで投げやすくなるということで、5つ目の、行いでも説明したと思うんですけど、的がやはりですね、小さいと、投げづらいですね、的が、大きくあることによって、投げやすさに、つながってきます。で、キャッチャーがやはりこういうふうに構えるのとこういうふうに構えるの、同じコースに、投げているつもりでも投げさせているつもりでもやはりその後ろでですね、見ている審判がいるわけですね。その審判の目線になってみてもですね、やはりその同じコースに来てるんだけどキャッチャーの座る位置によってですね、微妙にやはりそのストライクのボールが、ボールに見えたりとか、やはりそういうふうに、見えやすさ
にもですね、やはりその利点というものが、つながってきます。まあ、実際審判はですね、あのキャッチャーが横に動いたり、横に動いたからといって横に動いたりしません。とにかく常に真ん中で、真ん中高め、左右に振られるボールが実際どうなのかということを、見ているわけですね。ただやはりその審判もやはり人間であって、必ず、間違いは、あります。なので、まあ、いい意味でですね、審判にも、いい錯覚を、してもらえるようにキャッチャー自身がそういう取り方、見せ方に、こだわるのもやはりピッチャーを気持ちよく、投げさせるための、まあ、条件として、行いとしてはやはり必要な、行為ではないかなと、私は考えてますので、まあ、そういった部分でもですね、しっかりと、そういう取り方、体の持っていき方っていうものはやはり、気をつけてもらえればなと思います。特に、まあ、外角も今外角ばっかりだったんですけど、やはりそのバッターがこういうふうに、立っていてですね、このバッターのインコースギリギリのところに構えた時にですね、やはりこういうふうに、キャッチャーから構えられるのとこういうふうに、構えられるのとでは、やはりそのバッターに思い切ってですね、投げていこうとする気持ちの面でも大きく変わってくると思いますので、そういった部分でもですね、コースにしっかりと、構えてあげるということは、重要になってきますので、しっかりとお伝えしていただければなと思います。それでは、15の行いのうちの、6つ目、コースの真ん中に構えて座ってくれる、は、終わりたいと思います。それではまた次回、ありがとうございました。